スパイダーマン来てくれたんだ。祖父のアールを探してるの。ここで誰かと会う予定だって言ったまま姿を消しちゃって、お願い見つけてくれる？何か手がかりはある？この写真だけ午前中ずっと眺めてた。これ見覚えある。展覧会かな。60年前に撮った写真みたいだ。ちょうど季節も今くらいだね。見つけるよ、任せて。急いで、混乱するだろうし。すごく心配なの。怯えたり怪我してないか。あいつそんなこと言ったの？写真の背景に動物が写ってた。展示会？おじいちゃんはいない。でも調べてみよう。じゃない、おじいちゃんのだ。他に手がかりは？どうも。おじいちゃんは見つかってないけど、手紙を見つけてさ。植物園のことが書いてあった。昔祖父母が週末に植物園で散歩してたの。多分そこにいるはず。吸入具の中身を調べればおじいちゃんへの痕跡をたどれるはず。よし。どれどれ。
ナイス。よし、オッケー。島出身のアーティストがたくさん移り住んでんで、街中の作品を見れるぜ。やった。どうも。植物園にはいなかった。でも吸入具を使って痕跡を見つけたからきっと見つかるよ。なあ、どうしよう。吸入具はおじいちゃんにとって廃同然なの。ここのとこ忙しくて、おじいちゃんの世話をまるで義務みたいに感じてたの。でもいなくなるなんて、一緒に過ごしたいだけなのに、私どうしちゃったの。自分を責めないで。責任を果たすのって楽なことじゃないだろう。君は君なりに頑張ってるさ。湖のそばにいた。ここで一緒に待ってるよ。本当に？今すぐ行く。待ってて。こんにちは。スパイダーマン。悪さはしてないぞ。何にもな。お孫さんが探してましたよ。わしの孫が？それじゃあすぐ戻ると伝えて。ここで妻にプロポーズしたんだよ。まさしく。この場所でな。世界一素敵なプロポーズ。告白の言葉は？プロポーズは動物園って決めてたんだよ。誰よりもこよなく動物を愛する女性だったからな。そりゃあもうドキドキしたよ。ミーアキャットのとこで言うはずが、わしと似てると言い出してな。一方わしは足がガクガクで目も見つめられず、そのままわしらは動物園を後にしてここに来たのさ。思い出すよ。妻は誰が見ても完璧な女性だった。同時に不器用で、あの池に落ちそうになっとった。顔からな。スパイダーマン、誰かを愛したことは？あると思う。多分ね。愛は美しい。この世界で何よりもな。少し話を聞いてくれるかな。わしも余命わずかだ。死ぬのはとても怖い。
覚悟してたつもりだが、死を覚悟するなんて無理だ。だがここにいるとあいつもいるような気がしてね。あの日に戻った気持ちになれるんだ。緊張して汗だくになったあの日にな。あいつの目を見つめたあの瞬間、居場所を見つけたんだよ。あの日はそりゃもう緊張してね、諦める寸前だった。そして瞬きしてる間に妻は行ってしまった。気の毒に。孫がわしを探していると言っていたかな。会いに行くとしよう。やっぱりここにいたんだ。見失っちゃってごめんなさい。わしがふらふらほっつき歩いたせいだ。だがスパイダーマンが面倒を見てくれた。ばあさんの話にまで付き合ってくれてな。そうなの？ここおばあちゃんのお気に入りでしょ。ここで毎週末おばあちゃんとアヒルに餌をあげる。あいつらしいな。あいつはお前を心の底から愛していたよ。そうだね、分かってる。よくこう言ってたな。タシャ、サンドイッチ食べないならアヒルにあげてって。タシャ、お前はあいつに似て実にひょうきんだ。